はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画です。今回、買いましたのはウィルキンソンが新発売した、辛口ドライですね。ウィルキンソンの、ドライというやつが出ました。はい、ウィルキンソン炭酸ドライ、辛口ドライということで、ですね、原材料が、水と炭酸と香料、容量が 500cc となっております。100年を超える伝統と信頼のブランドウィルキンソンから、新たな提案、新感覚のドライ、辛口ドライ、炭酸水をお楽しみください。さて、これどんな味なんでしょう。まあ、香料が使われてるということなんですが、ドライな感じの香料が使われてるんでしょう。これちょっと楽しみですね。乾杯。ああ、これなんかジンジャーエールっぽいな。なんかジンジャーエールっぽい。なんかジンジャーエールっぽい香りするな。あのウィルキンソンのジンジャーエールっぽい風味が、香りがなんかあのジンジャーエールっぽい。あの以前出ましたけど、これのコーラ味ドライド、あのドライコーラみたいなの出ましたよね、ウィルキンソンのね。あの甘くないんだけどコーラの香りがするってやつね。あれ結構美味しかったんですけど、なんか確かに風味があるな。なんやろな、ちょっとググってみましょうか。ウィルキンソンと、あ、ウィルキンソンのジンジャーエール新しい、見た目になったんだ。強めの炭酸と磨き抜かれた水、飲み応えのあるスッキリとした後味を実現した辛口ドライな炭酸水。特に書いてないです。ウィルキンソンのジンジャーエールの見た目が変わったのかな。バーで愛される辛口ジンジャーエール、伝統のある瓶の味をそのままペットボトルで。これめちゃくちゃうめえんじゃん。これめちゃくちゃ好きなんですけど。あ、ウィルキンソンのトニックウォーター 500cc で出たんだ。あのウィルキンソンのトニックウォーター、あの以前は瓶だけだったんですけど、 190cc ぐらいの瓶だったんですけど、あ、トニックウォーターとうとう 500cc で出たっぽいですね。やったー。しかも、同じ、多分瓶と同じ味だと思うけど。あー、やったー。これはやったー。これめっちゃ嬉しい。トニックウォーター、あの、ジントニック作るのに、これは嬉しいですね。あ、やったー。今までずっと、あの、瓶だったから、あんまり、ほら、値段高いじゃないですか、瓶だとやっぱり。あ、それであれなんだ。瓶の、あの、トニックウォーターがなくなったんだね。もしかして。瓶のトニックウォーターがなくなった臭いですね。どうやら。瓶のトニックウォーターがなくなったっぽい。今まで瓶のトニックウォーターって売ってたんですけど、それがなくなったっぽいですね。で、でも、あの、ジンジャーエールは、あの、未だ瓶のやつは健在。
やっぱトニックウォーターの瓶のやつはあんま売れてなかったんでしょうな。あれ、販売店っていうか、いわゆるバーとかでも多分あんま売れてなかったんだろう。おそらくな。なるほど。あれ、でも売れ、あれでも あるな。ちょっとわかんないです。でもまあ、500cc のウィルキンソントニックウォーターが出たっぽいということで。やりました。これ Amazon で。出てないかな。楽天市場とかだと売ってる。これは買い、ちょっと買ってみたいです。このウィルキンソン トニックウォーターは好きなんですよ。24本入りで楽天だと2000円ぐらいです。Amazon で。Amazon だと瓶のやつしか今売ってないのかな。いつも俺、カナダドライの、カナダドライのトニックウォーター買ってたんですけど。あるじゃん。あ、高い。あ、高いなぁ。アマゾンだと3000円ですね。24本入りで3000円。あ、でも 20% オフクーポンが使えば 20% だから3600円オフか。で、提供特便で。安くなる。ちょっと、案外安い。クーポン分をさらに落とす。ちょっとこれ買ってみようかな。普通に買ってみようかな。いろいろもろもろで。割引2257円ですね。やりました。これ買おう。これちょっと、これ買いましょう。ウィルキンソンのトニックウォーター注文しました。提供特便で注文してみました。さえ渡る苦味と絶妙、あ、酸味の絶妙なバランス、すっきりとした苦味と爽やかな酸味を絶妙なバランスに仕上げ、さらにしっかりとした炭酸感を味わえる本格トニックです。やったー！ 500cc ずっと俺欲しかったんだよ、これ。 500cc 出ねえかなー、出ねえかなーって。ウィルキンソンのさ、ジンジャーエール、ぶっちゃけジンジャーエールはさ、そんなに酒で使わないんで割とどうでもよかったんですけど、トニックウォーターはジントニック使うのによう使うんでね、これ。特に夏。夏場は特に使うんで。うん。これはようござんした。センキュー！ウィルキンソン、朝日、朝日、センキュー。ということで、こちらですけれど、まあ、ぶっちゃけな話、ジンジャーエールっぽい、ジンジャーエールの香りした炭酸水って感じでしょうかね。そのまま飲む分にはあんまりおすすめはできませんけど、まあでも、割り剤でなんか使うっつってもジンジャーエールそのまま使った方がいいよな。これは三つ星ですね。ご視聴ありがとうございました。